はい、今回の動画なんですけれども、メルカリの売れるコツ第9回目ですね。はい、9回目です。もう結構長くやってきてますね。毎回前回やったことを振り返っているんですけれども、もう僕はもう覚えられないので、振り返るのそろそろやめようかなと思ってるんですけれども、なんかある人曰くですね、この思い出せなくて困ってるところを見たいっていうようなあのコメントもあったんですけども、どうしようかな。第1回目からですね、結構いろんなことを言ってて、どうしようかな。値段交渉来た時のやり方とか、あとそのいいねとの関連性とかですね、あと過去のコメントをどうしてるのかとか、あと値段の付け方とかですね、なんかいろいろあったと思うんですね。で、前回がフォロワーを獲得した方がいいよっていう話と、その前は確か写真かな、写真の良し悪しみたいな、内容のものだったと思うんですけれども、おそらくですね、あんまりあれじゃないですかね、 YouTube とかそのインターネットとかで検索してもあんまり他の人が言ってないような情報も多分あるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。多少なりともその参考になって、あの皆さんの売り上げにちょっとでもですね貢献できてれば嬉しいんですけど、どうなのかなちょっとあれですね、今これ9回目一応動画撮るんですけど、ちょっと不安ですね。うまく好転してれば幸いです。はい、じゃあ今回9回目、その信用ですね、一応信頼ある情報だよっていうことのために毎回言わせてもらってるんですけど、メルカリの評価で言うと今5500、多分これ撮影してる時点、今日の時点ではですね、もう5600ぐらいになってますね。ずっと同じ画像を使ってるんで5500なんですけど、今5600ぐらいですね。はい、で、あとは過去消されてるアカウントとかその他のアカウントを合算すると大体1万以上の、評価があってですね、その取引は1万回以上やってますよっていうことです。で、売上高で言うと1000万以上は当然売ってますね。1万回取引してるんで1000万以上は当然売ってるので、多少のその何ですか、参考にはなるんじゃないかなと思っております。はい、では本題に入っていくんですけれども、今回の動画はですね、第9回売れるコツの第9回、ですね、発送方法をちゃんと知りましょうっていうことです。なんでこれがその売れるコツになるのかっていうことは、これから説明していくんですけれども、この発送方法をちゃんと理解しているのか、知っているのか、知りめいているのかによって、当然売れ行きが変わってくるので、その説明をしますね。はい、で、この僕のチャンネルの中ではですね、拙い技術とですね、拙いトークとですね、拙い機材を使っていろいろ過去に発信アップしてるとは思うんですが、いろいろな発送方法、メルカリで使える発送方法だったり梱包方法だったりたくさんアップしてるので、よろしかったらちょっと参考にはしてもらいたいんですけれども、発送する手段が、多すぎてもうよくわからないような状況になってくるんですね、ずっとやってると。で、なんか1個の商品を発送しようと思うと選択肢がですね、おそらく10個以上あるんですね。その商品のサイズとかにもよるんですけど、選択肢が10個以上こうバーってあることによって、どれを使っていいかちょっとよくわからないっていう風になるので、そこをですねちゃんと住み分けができて、正しいですね、発送方法、言ってしまえばその値段、送料の安さですね、送料の安くて、安全な手段、追跡がついているとか、そういったものでちゃんと発送するってことが非常に大事になってくるので、その理由を今回はお伝えしようと思います。それで、実際どの発送の方法を使っていいのかっていうのは、ちょっとなかなか判断が商品ごとによって違うので、なかなか判断が難しいので、動画の、この説明欄の方に一応一覧をですね箇条書きにして作っておくので、それを元にですね発送を行うようにしてください。選択ですねをするようにしてください。はい、はい、それでは行きましょう。それではですね、なぜ発送方法をちゃんと理解してその住み分けができていることが、メルカリの売れるコツにつながるのかってことの説明をしていきます。はい、でこちらをご覧ください。例えばですね、相場2000円で売れるっていう商品、
相場が大体2000円ぐらいで売れるという商品があったとして、自分の利益、粗利ですね、粗利益、利益で1000円欲しいよっていう場合の考え方なんですけども、この商品の元の原価とかはですねちょっと考慮しません。で、あとメルカリのその手数料も考慮しないような状態で考えてくださいね、はい、で2000円ぐらいの相場、2000円で売れるっていう商品があった時に1000円の利益が取りたいっていうふうに考えている A さんと B さんがいたとしますね、はい、で A さんはある程度その発送方法の知識があって積み上げができていると。で B さんはよく分かっていないよっていう場合ですね、はい、そうやって見た時に A さんはまあ商品が同じぐらいのサイズだと考えてもらって、これぐらいのちっちゃいものだと仮にですねしてもらって、 A さんは売れた商品を U パケットプラスで発送しようっていうふうに考えているとします。はい、で U パケットプラスは箱代を込みで送料は440円なんですね。で全国一律です。はい、そして B さんはよく分かっていないので、近所にあるセブンイレブンからヤマトの伝票をもらって貼って発送しようっていうふうに考えていたとします。はい、そうした場合に送料は最安値で考えてみても930円かかってしまうわけですね。はい、で、まあ、これ仮の数字で出しているんですけれども、本当ごくごく近くの地域に発送する場合ですね、これは東京都から東京都とかってですね、そういう場合で計算して930円、これが一応最安値なんですけれども930円で計算しています。はい、そうした場合にいくらまで値下げすることが可能なのかっていうことなんですね。はい、で、お互いに1000円の利益を取りたいなっていうふうに考えていた場合に、 A さんの場合はちゃんと発送の方法を理解しているので、2000円で出品している商品を1440円まで値下げしても利益の1000円を取ることができます。はい、ただ逆に B さんは発送方法がよく分かっていないため、送料を計算してみると930円最安値でもかかってしまうというふうに思っているので、値下げをすることはできないんですね。はい、仮にその一番近く の地域の方が買ってくれた場合でも、1930円が限界なわけです。はい、なので2000で出品している商品を70円しか値下げすることができないんですね。仮にですね、このように凝り固まったですね発送方法で考えている B さんは、例えばコメントの中で2000の商品を1900円にしてくださいとか1800円にしてくださいとかっていう、このごくごく薄いですねこの値下げ幅で依頼をされても利益1000円欲しいって思っている B さんはそれに対応することができないっていうことになってきますね。はい、もしくはあとはですね、この利益1000円の部分を切り詰めていって利益を薄くしていくしかないわけですね。はい、でさらにこれには本来メルカリの手数料 10% がかかってしまうので、さらに200円、まあ、マックスですね、最大200円引かれてしまうというような感じになってしまいます。なのでこの送料の知識が、発送の方法の知識がないと値下げする幅がですね、ごくごく薄くなってしまうということがポイントになってきますね。はい、ちゃんと分かっていることによって、この来る要望に応えられる、ちゃんと応えられるよっていうことが、売れるコツにつながってくるっていうような内容のことになります。はいはい、でちなみになんですけども、この B さんのケースの場合で、東京都と東京都で同じ県内の括りですね、まあ、同じその何ですか、地区なんですけど、エリアなんですけれども、それで計算した場合に最安値が930円だったんですけれども、これがですね、例えば東京と九州とかですね、東京と北海道とか東京から沖縄、この一番距離のあるもので考えた時には最安値の送料ですね、60サイズの送料は1370円になってしまいます。はい、そうするともう全く身動きが取れないような状態なんですね。はい、で、まあ、そこの知識をつけているだけでだいぶ話が変わってきますし、仮にですね、よく分かってない B さんは出品するときにですね、もしかしたら着払いっていうような選択をしてしまう可能性もあるわけですね。はい、で着払いにしてしまうと、買う側からするとですね、2000円の商品を買うために送料が1370円かかってしまう場合があるので、九州とか北海道の方はですね、そうするともう全然ですね、もう選択肢に入らないような形になってします。
B さんから買う可能性はもう全く、ゼロに近くなっちゃうんですね。なので同じ商品をが、出ていて、で同じ品質でですね、同じ評価で同じ全く同じような人が出していても、発送方法が違うだけで、その融通の聞き方によって、多くの人は B さんではなく A さんから買うというようなことになってきます。なのでこの発送方法をちゃんと理解するようにしてください。はい、というような感じでですね、ちょっと今回はなんか何ですかね、ちょっとざっと小難しい、よくわかんない計算のなんか説明になっちゃったんですけども、以上がですね、発送方法とその売れるコツとの関連性の内容となりました。で、その今はですね、メルカリがですね、悠々メルカリ便とか楽々メルカリ便を用意してくれているので、すごくですね、送料に関してはですね、ツールがたくさんあって送りやすい状態なので、ぜひそれを理解してですね、使うようにしてもらいたいなと思います。そして一応僕の動画の中でもね、ですね、多少そういう説明してるものがあるので、ちょっともしかしたら分かりにくいかもしれないんですけど、用意してあるのでよかったら確認してみてください。はい、で一応その説明欄の方には一覧をですね、箇条書きですけれども載せておきますので、よかったら参考にしてみてください。はい、で、次回の動画でですね、ちょっとその発送方法に関連するような内容をあげようと思ってるんですけれども、それがですね、ヤマト運輸とか、あと佐川さんとかですね、あと佐川ちょっと違うかな、ヤマトとか、郵便局のとの、契約ですね、契約をするやり方、これについてちょっと説明していきます。そしてメリットとかですね、デメリットについても、解説していきますので、よかったらですね、次回の動画もぜひ参考にしてみてください。はい、というような感じで、このチャンネルではですね、このように役に立ってるかな、このようにですね、今はですね、メルカリにちょっと集中してフォーカスしてですね、動画を上げてるんですけども、ちょっといろいろな役に立つであろう情報をですね、アップしていきますので、よかったらチャンネル登録の方お願いします。で次回そのヤマトとの契約の件も、役に立つと思うので、ぜひお願いします。はい、以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。